真ん中は多分室内に。動いてるのいな
フルーツをあげるというのはですね少なくなってきています。はい、
ではですね、まあ、引き続き有効キャッチャー、始めていきたいと思いますけれども、ちょっと昼ご飯がですね今始まったタイミングなので、有効キャッチャーに、来てくれるチンパンジーがいないかもしれないので、今日は非常に多くのお客様、こちらにお見えになっておりますので、有効キャッチャーが始まりましたら、お客様同士譲り合ってですね、ご覧いただければと思います。こちらの UFO キャッチャーなんですけれども、上の層と下の層の2層に分かれております。餌はですね、上の層に、入ってですね、上の層に入った餌をですね、どのように取り出すかというとですね、まず下に落とすんです。下のところに穴が2つ開いてると思うんですけれども、真ん中に開いている穴を通すことができればですね、こっちに繋がってますので、チンパンジーがですね、餌を食べることができます。真ん中ではないところにもう一箇所穴が開いているんですけれども、こちらにですね、餌が落ちますと、こちらはですね、行き止まりというわけではなくて、ちゃんと出口はあるんですけれども、またさらに右隣に小さく囲われたお部屋があります。こちらキッズルームと呼ばれるお部屋で、チンパンジーたちのですね、出入り口をですね、狭くしてありますので、体も小さな子供のチンパンジーしか入れないんですね。はい、でなので、こちらの方に落ちた餌というのは大人のチンパンジーは取り出すことができません。子供のチンパンジーだけが取り出すことができます。はい、ではですね、早速UFOキャッチャー、じゃあオラウータン、チンパンジーに餌あげるんだって。見たら、ここから見ようよ。これ見てるとやだろ、ペリカンじゃない。そう、いる。UFO キャッチャーをやってるチンパンジーがいますかね。いますね。すいません、失礼しました。今ですね、UFO キャッチャーをですね、今度ですね、下に落としていって、最後真ん中の穴を通すと、餌がですね、チコちゃんがいる方に、通じて、穴に入ればですね、チコちゃんが餌を取り出すことができるという、そういうことになってますけれども、餌を下に落とすのに、チコが使っているものは皆さん何だか分かりますか？はい、なんか木の棒のようなものをですね、使っていると思うんですけれども、こちらの木の棒、ちょっとご注目ください。まずですね、木の棒の太さなんですけれども、有効キャッチャーの壁に開いている穴にですね、抜き差ししやすいぐらいのちょうどいい太さの、木の棒だと思います。続いてですね、木の棒の長さ、こっち長さにご注目ください。長さもですね、長すぎず短すぎず、ちょうどいい長さの、木の棒だと思います。こんなにちょうどいい木の棒、チコはですね、果たしてどこから持ってきたんでしょう。これね、お客様の多くの方がですね、こういうちょうどいい木の棒を私たち飼育係がたくさん作って用意して、チンパンジーたちに渡しているっていうふうに思っている方いらっしゃるんですけど、私たちがですね、チンパンジーたちに与えるのは、こういう木の棒を作ったりすることができるような材料だけです。具体的に言うと、私たちはですね、いろいろな長さ、いろいろな太さ、いろいろな種類のですね、木の枝をですね、こちらの運動場にですね、いろんなところに設置していきます。その中からですね、自分の好みに合ったものをですね、チンパンジーが自分で選んで、そしてです、ね
いやすい道具になるようにですね、自分で作り変えているんですね。なので、ここは今自分で作った道具を使って、UFO キャッチャーの中から、自分が好きなご飯をですね、おやつですかね、をですね、取り出しているということになります。はい。こちらの UFO キャッチャーではですね、道具を作るというチンパンジーの、自動販売機の方へ話をですね、移していきたいと思います。自動販売機はですね、UFO キャッチャーの今度反対側ですね、ガラスに向かって左側、壁のところに、自動販売機が設置してあります。こちらの自動販売機なんですけれども、今はですね、電源が入っていないため、どのチンパンジーも使うことができません。さらにですね、電源を入れても、自動販売機まだ使えないんですね。なぜかというと、自動販売機を使うためには何が必要ですか？お金。その通りです。お金が必要ですね。今チンパンジーの中でお金を持っている個体というのはですね、いませんので、電源が入った後、今度はですね、私が、チンパンジーたちにお金を渡していきます。でお金を受け取ったチンパンジーがお買い物する様子というのをですね、ご覧いただきたいと思います。ではまずですね、チンパンジーに、電源を入れていきます。はい、自動販売機に電源を入れたのでですね、それに反応した人がですね、今ボタンを押し始めたんですけれども、お金が入ってないのではできません。続いてですね、チンパンジーたちにお金を渡していきます。大体3頭ぐらいのチンパンジーをですね、お金を渡していこうと思います。どのチンパンジーがお金を持っているかというのはですね、 UFO キャッチャーのちょうど上に当たります格子で囲われているエリア、あそこからですね、私、チンパンジーたちにお金を渡していきますので、もし気になるという方はですね、あちらご注目ください。ではですね、お金を渡してまいります。回収させます。そうするとですね、またお金がもらえるんです。
ものができるという、そういう仕組みになっておりますので強いですけれども、まあ、いくらなんでものジュースの飲み過ぎでお金かあのですね、あちらのですね、鉄塔のあたりにいるフーブキといつ体の小さなチンパンジーが加えているのは、空き缶回収機に回収させてもお金はですね他の人に取られても機はですね、あ今来ましたかね、空き缶回収機は使うのかな、ちょっとしばらく見てると使うかもしれないです。ちょっと他の部分にはよく分かっているんですね。なので状況を見極めて今は空き缶回収場をちょこちょこ見てますけれども、まあ、まだ5歳なのでね、ちょっとその判断力はですね少し鈍いところがあって、おそらくですね、しびれを切らしてそのうち自動販売空き缶回収機使ってですね、結局お金他の大人に取られてしまうっていうことになるとは思うんですけれども、この工房もですねなかなかまた見どころの一つとなります。しかしですねキーパーズとかもはおしまいの時間になりますので最後ですね、大切なお話をしてからおしまいとさせていただきます。このようにですねチンパンジーたちの暮らしですね、サーヤ、UFO キャッチャー、それから、自動販売機を通じてお話をしてきました。どうなるのかというとですね、まずはチンパンジーはですね動物園でしか見ることができない動物となってしまいます。そして動物園でしか見ることができない動物というのはですね次にどうなってしまうかという、そして、少しでもですねその現象がですね食い止められるように、皆さんお楽しみください。ありがとうございました。
シート的には。こっちから行けないのね。メダカだと思うよ、ちっちゃいもん、ほら。Thank you.
てよ。こっち。めっちゃこっちだよ。こっち。さっちゃん。ご来園のお客様にご案内いたします。本日は日差しが強く、気温も高くなっています。どなた様も熱中症にならないよう、こまめに水分を取り、日陰で休憩しながらお考えください。ちょっと本当にやめて。ねえ、ちょうだい。もう出ちゃうからね。お客様、お年物のお知らせをいたします。以後に、ホーク様、お年物活動しておりますので、正門改札横の施設まで。